でも坊主にするのも自由のうちだからねっていうと、してくるやつはしてくんだよ。やっぱりそういうやつは可愛い。俺はお前いいよそれっつって、そう気持ちですもんね。もう頭もうかぶりついたりしたけどさ。今あれですもんね。何の監督がやってるんでしたっけ？今ね、その城西国際大学っていうのかな、軟式野球部なんだけどね。ところが軟式俺なめてたんだけどさ、今ボールが変わったとかなんとかバットも変わったとかでさ、普通にさ90両翼92、3メーターあるような球場で普通にパン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 柵越えするんだよ。硬いんでしたっけ今？そうなんか硬いで、バットもなんかなんちゃらってやつでさ、ビヨンドマックス1本聞いたら5万だろ5万だっていうからさ、なんだそれっつって。飛ぶんな本当に。軟式でさ9回決めてて接待決めて一発警戒しなきゃいけないってさ、俺は頭になかったからさ、やべえなこれ1本俺込まれたらやべえから、こいつ歩かしていいぞぐらいの指示出しちゃったりさ、軟式でこんな野球すると思わなかったと思ってね。だからボヨンボヨンの打球がねそんなないのよ。結構速い打球がいっぱい飛び交うから、なかなかそれはそれでね面白いね。そうですよね。まあやっぱりハニーのようなとか僕らの時代遅れの人もいていいと思うんですよね。そのさっき言った殴ったり蹴ったりじゃなくて、暑いから怒れるし、可愛くねえやつは怒りもしないじゃないですか。もうほっとけほっとけっていう。だからその辺で喧嘩しててももうほっとく時代で殺人が起きるみたいな。昔はなんか喧嘩なかったからおじやじら来て「てめえら何喧嘩なんかしてやんな」なんてこの親父に殴られるみたいな、そういう時代じゃないから、命も危険はさらされてると思うし、僕選手にも言うんですけど、そのやっぱ怒られない叩かれない分お前たちは例えば何かやればもう世間に発表される、その球団も発表するしかない。例えば未成年でタバコ吸ったらこういったペナルティーしますとかっていう時代になっているようになって、だからそのいいところはやっぱり物おじしないですよね。ゲームになっても怒られてないから思い切りはいいんですよ。ただその自分の我が強くて素直じゃない子の方が増えてる気はします。一回聞いて「はいはい」っていうのはこれどの時代もやるんですよみんな。はいあはいって言うんだけど、実際打席だったらこいつ全然やってねえよみたいなのはあるわけですよね。それでもその例えばですよ、昔長池さんってこの長池投手さんがバッティングコーチだった時に西岡さんの西武の外野テーピングでこう貼られたんですよ。グリップから上の方、ここから短く持てって、ここから長く持つなっつって長池さんに。僕その時ちょうどたまたま一軍にいたんですけど、長池さんが「タイム!」っつって、バッティングコーチがタイムなかなかかけないじゃないですか。西岡来いっつって西武球場で西岡さん戻して「お前テーピング1センチ上げただろ!」みたいな、だから長くしたんですって。西岡さん分かんないと思って、それまで怒られる時代だったわけですよ。でもそれって西岡さんがビート率上げるならそう見えたんですよ、バッティングコーチからしたら。それをお前が1センチ長くしたということはお前のヒットが減ったと俺は思ってるってことだと思うんですよ。殴ったりはしないですけど、そこを堂々と言えたコーチがいたわけですよね。昔はみんなそうだったんじゃないですか。それが僕らもこう引くとこはありますよね。言って一生懸命言ってまた言うまた言ってまた言うんだけど、それでも例えばボックスも移動ができないっていうならもうこの人に任すしかないなっていう時代にはなってますよね。こっちは根負けじゃなくてもうそうしてって選んでってのが結果出なきゃもう引っ込むよってそういうことを聞くというか、こっちはだってもっと全然何十年もこの家業やってるわけじゃないですか。そうだね。悪いけど20歳、25ぐらいの子よりははるかにこの家業やってるわけだから、そうお前はこれが合ってんだよと思ってやらすんだけど、そこに入ってはもちろん先ほどやるんです言うんだけど、やってないと。打数は減りますよね。だって打てない確率の方が高いの分かってるんですよ。なるほどね。もちろんそういう結果になるしね。そう、しかも言っててもやるから、ああもうじゃあもう外しましょう。それがやっぱり一生懸命やってる、短く持つだ、マイクだ、何しようだってやってるこう覚悟待ってください。結果出しますっていうものなんですよ。なるよね。もちろんもちろん。監督5打席じゃちょっとみたいな。だから自分勝手にああもうどうぞどうぞじゃあ結果だけ出してって。だってクビになっても俺もクビになるんだと、お前たちより先に。でその組よりもお前たちと俺らは同じだけ勝ちたいんだって。だけどそこら辺はてめえがやれっていう時代じゃなくなっちゃってるけど、ただお前それやんなきゃダメだぞっていうのもそれはハニーと一緒だと思います。言ったことに対してなんかこういや自分はこう思うんですけどみたいな話しているの。それはないです。ないんだ。そういう意味では僕らの勉強ですよね。この時代で生きていくために。僕は年取った若いやつに文句言わないって決めてるんで。だんだん言ってないですよ。例えば息子らにも何かやってて「まあもうどうぞどうぞ」っていう、俺らの時代じゃなくなってくる転換は自分でもずっと思ってたから、若い時から「じじいは黙れ」って、年金俺が食わしてやるから黙れって、俺は今年金払ってんだ、先輩のために払ってんだって、俺はもらう気はねえみたいな気で生きてきたから、だから今はだんだん僕は黙るちょっと年になってきたなと思って生きてたのに、コーチになっちゃったから会話が若いこと増えちゃってる。まあでもそれはね、まあそういう役割だからさ。兄、なんか最後ありますか？うん、もう今こうやってね話したのが全てでね。いやいや、まだこれからねあれですよ。時が経つとまた兄を思い出して、次は必ずまた来てください。第3弾欲しいね。欲しいですね。本当ね。ネタ仕入れてもらって。そうだね。ネタをね。今日もたくさんお話していただいた。まあ星野誠二さんはね、もう散々いろんな人がね、もうあちこちでまあ関わった。ほら球団もね、ほら3つ関わってるわけだし、ね、もちろん今まで長いことね野球界に携わってきた、ね、大御所だから、いろんな選手がねやっぱりそれぞれにやっぱりその思いをねYouTubeであっちゃこっちゃ上げてるけども、うん、まあそれだけ影響力があった人物だしね、 それをやっぱりいかにみんな継承していくから話だし、で今ほら YouTube で大先輩たちがやってるのは本当に思い出話だけになっちゃってるけどね、逆に今ハニーなんかさ、もう現場にいるわけだし、で俺なんかもまあ大学生のね軟式野球相手だけども、やっぱ選手と現役の選手とこう触れ合ってる立場としてはね、やっぱりそういった星野誠一イズムじゃないけどね、そういうスピリッツをね、やっぱり少しはやっぱり伝えていく役割にあるんだと思うから、これはもうミーティングではやっぱり同じようなことを言ってる、まだこれピッチリ全力疾走しようできないやつが、まあ社会に出て何ができるんだろうつってっていうことをね、平気でやっぱりミーティングで言うしね、ポカーンと口開けた人もいればさ、もう大学生ぐらいだからもうちゃんと受け止めてくれるような目をしてね、ちょっとまあ目見てくれるからいいかなと、これで目離したら「てめえはだろ」って言おうかなと思ってたけどさ、まあちゃんと見てるからね。でもそういうことをねしつこくしつこくやっぱりやっていくこと、これこそやっぱり伝統じゃないかなと星野誠一よく言われたのは、絶対に変えちゃいけないものがあるんだと、また変えなきゃいけないもの確かにあると、時代とともに、でも絶対に決して変えちゃいけないものがあると、それを大事にする、これこそが伝統なんだと、それを大事にせえっていうことはね口酸っぱく言われたから、まあ年食うためにだから、そう若い頃そうやって言われたことがだんだんこう理解できるようになってくるじゃないですか。そうなんですよね。でだとしたらちょっとまあそこには自分のスパイスをねふっとこう振りかけて、うまく今の子たちにこう伝わるようにやるのがまた私らの勉強かなと思うけども、まあ兄はもうトップリーグでやってるんで、とにかくもう強いジャイアンツをお願いします。東京生まれ東京育ちの私としてはやっぱり V 級を見て野球を始めた私としては、ちょっともっと本当に強いジャイアンツ早く帰ってきてほしいなと。憎たらしいぐらい強くなりたいですね。本当にやっぱりね原監督にもやっぱり俺も大ファンで、俺対戦したら「うえジャイアンツの原がバッターボックスに立ってるよ」って感じ、俺もあんたそんなこと思ってるぐらいじゃダメなんだけど、俺マジでそう思ってたからさ、やっぱり俺この人だったら打たれてもいいかなみたいな感じでさ思っちゃってんだけど、それぐらいやっぱりねジャイアンツに対するそのなんていうかな思いっていうのがね、やっぱりね野球小僧としてねあったから、現役の時も今でもそうだし、もう順表今最近みたいな話したのに、いやダメでしょと思うよ。もう今一ファンとして思う。ぜひぜひよろしくお願いします。本当にも。今日はありがとうございました。ありがとうございました。